配完了したよ。皆様お待たせしました。オッケーオッケー、いいね。じゃあ配管切るね。また電話しよう。はっ、バイバイ。あ、始まった。シーゼット、シーゼット来た。あれ、俺のネタ。おもろいな。始まりました。最後のライブ始まった。やばい、やばいわ。切られてしまいました。ではここから最後にバトルボーイズによるバトルボーイズだけのラストステージの始まりです。泣きそうやろ。ここまでとても楽しかったです。やばい、ありがとうございました。ハーライカムラックイズミー。えいケンティ、最後の挨拶さ、リハーサルの時ちょっとバラバラだったから練習しとかない？あ、そうね。ビリーブセルフ終わりました。めっちゃ緊張してる。ちょっと時間ちょっとあれじゃ早すぎた。あ、そっか。じゃあもうちょい余韻残して。YouTube 以上、僕たちバトルボーイズ第6期選抜メンバーでした。ありがとうございました。でしたな。しがさん YouTube でしたでみんなが乗れるようにしないとだから。第6期選抜メンバーでした。第6期選抜メンバーでした。ありがとうございました。もう一回ビリーブヨーセルフ終わりました。せーの。以上、僕たちバトルボーイズ第6期選抜メンバーでした。ありがとうございました。ごめん。もう一回行こう。あ、で第6期で一回分けない。あ、じゃあ第6期選抜メンバーでした。ごめん。第6期選抜メンバーでした。まあ、これをその時に覚えてるかどうかで。うん、以上、僕たちバトルボーイズ第6期選抜メンバーでした。ありがとうございました。オッケー、ごめん、これ俺がちゃんとしてればみんないけるね。いや、まあ、俺だけこれいけつ。みんな頑張ってね。頑張ります頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。じゃあ頑張るぞ。とりあえず、とりあえずやる。試合行くで。これいけつ。おーちゃん、気合い入れようや。抜けてんねん。来たんだよ、今ライブの前に気合い入れようぜ。気合い入れようぜ。いやでも俺やばいわ、泣きそう。始まる前から泣きそう。まあ一番泣きそうなのがケンティなんですけど、今ヤマトと一緒。始まる前に泣いて、あいつ泣きながら出てきたから。え、そうなの？3月28日な、大阪だけでやった時出てきて、一番最初フレンドシップって曲があって、フレンドシップやるのに顔上げてあいつも泣いとったから。マジ？なんでやねん、早いやろ。いや、分かるね。早いの分かるけど泣いてまうよな。こみ上がる。はい、ちょエビデンス。これ緊張するわ。いつでも笑ったり泣いたり、やばい、泣いたり悩んだり。俺何言ってんの？タン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 。時には不安になったり、君がいるならその意味もわかる、わかる。これからの未来のことや色褪せる過去も、二人が感じ合えたら答えは見つかるはず。時々雨が降りて街を濡らしてゆく、たまにはこいつはやべえな。ありちゃありさ、これさーって上がる。ありちゃありさ、嬉しなくていいから。これ今日3つ目ですね。そう、ちょっとねすごいんですよ、本当に声出る。誰かお前言ってんの？さあ、普段頑張れ。さあ、来た、頑張って。イエーイ。え、ちょして。もう一回やっちゃうんですか？これがレイの扱い方です。それでは頑張って、ラストライブ俺が盛り上げていくんで。頑張れ。じゃあな。じゃあな。あのね、マイクを持って。頑張ろうか。ありがとうございます。本番らしいよ、本番らしいよ。本番らしいよ。やばい、本当にやばい。いや、ミルクさんのツアーの時もこうやりましたよね。いや、楽しかったですね。なんかでも抱き合うとなんかいろんな感情を込み上げてきて、ちょっとうるって
来ちゃうから、まあ始まる前ですけど気合入れて頑張りたいと思います。やばかったな、やばかった。自分から仕掛けてた。ありがとうございます。 OK。 マジで皆さん、ライブ出るときは絶対に始まる前に翼くんにハグしてもらえばもう何でもうまくいきます。ペロニヤニヤじゃねえよ。いや、やばい。俺なんかいや、泣くとかはもう死んでもないんですけど、あ、昨日彼ホテルで、あ、絶対泣くっつって言ってました。いや、なんか雰囲気が悪かったわな。何が？でもまあ泣く泣かないわ、まあ、それは個人の自由やからな。感情が込み上げて泣くのは悪くないで、そう、誰を泣かせようとかそういう感じで僕たちやってるわけじゃないんで。とりあえずスタッフさんも全員泣かそうな。あ、話聞いてた。話聞いてた。大丈夫かな。聞いた上でのボケな。結構アホな最年長です。聞いた上でのボケな。もうでも僕は最低限バスターだけはあのボコボコにして流したいですね。あれ、あ、意味違う。あれ自分で言ってたのに意味違う。びっくりした。はい、これびっくりした。アホ面ゴールまで。びっくりした。もういライブ前の顔してへん。誰？あの僕たちのある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 っていうか、毎日っていうか、もう会った時に前ずっとしてたやつはケンティ、なんかあ、ゴミついてるよ。遅れ。最近虫になったけど、あんたら最近ゴミじゃん、虫になったから。ダンゴムシついてる。だからもくれ。お前ほくろついてるじゃん。やめてやめてやめて、それやめて、その顔。これさっきこの前僕がネームペンでつけました。あ、でもマジっすよ。一回つけました。一回マジでつけた。どこらへんだっけ。誰にも分かられてなかった。いや、分かったよ。誰、あとあれ、あんたら二人がよくデコピンしてくるやろ。もうだっけ、覚えてない。だよね。やばいやばいやばいよ。やばいっすね。それで覚えてない。やばい。まあこれがあれやな、被害者覚えてるけど加害者覚えてないってやつ。最悪。でも俺もよくケンティにいじめられてました。嘘つけ嘘つけ。本当に。あ、ねえ、俺も、ね、なんか やってないことをやったみたいな感じで言う。そう、僕もちょっとマジで毎日殴られてる。あの、刃一回抜いて刺されました。そう、これで取り外し可能なんですよ。俺そんな特殊能力持ってないから、刃があるだけで。マジびっくりしました。俺刃取って刺せるんだよ、ハル君。されました。ダーツかい。やめて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 。ねえ、あのさ、イベントの前にそういうのよくない。本当によくない。まあ本当にね、仲いいんで、あの皆さんそういう関係ではないですよ、うん、本当に。あのふざけてやってる。そこは重々そこ少々承知でお願いします。僕が一番嬉しかった。いや、本当仲良くないです。なんかイベントの前に仲間割れはよくない。頑張ります。イエー。でもやっぱあれじゃない、バトボの衣装じゃないとちょっとうるって。こんなそうね、まだバトボはね、嫁さんまだ続くから、うん、3月31日なんとハルくんの誕生日まで。呼ぼ呼ぼ。くらやばい。でもバスターは守るだよ。誰の声。いや、俺一番最後。俺だ。もういいですか。頑張ります。いきます。頑張ります。めっちゃ緊張してますけども。やばいよ、ちょっと。やばい。以上、今回の新年、ウェンジマンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず、記念してみましょう。やばい、マジやばい。もうやってやるぞ。
Thank you.